待ってます。待ってるんじゃないかな。止めるときもペンス。秒。ああ。はい、じゃあ姫路の皆さん、こんにちは。スパートと言います。スパートと言います。サルマーチに負けないように頑張りたいと思います。サルの代わりに、まあ、あの帽子がちょっと猫っぽいです。猫頑張ります。にゃー。まず最初はですね、まあ、カバーなんですけど、往年のビージーズから1曲、メロディーペア。どうして泣いてるの、頬あからめて抱きしめてあげよう、笑顔を見せて。メロディーペアいつもそばにいるから、メロディペン素敵な夢見よう。あ、窓の外は雨が降り続いて、そんな時も笑おう、君らしくあれ。メロディーペンいつもそばにいるから、メロディーペン明日も夢見よう。ありがとうございます。ビージーズからメロディーペアでした。あの一応こう、あの替え歌として、あの歌詞を変えてるんですよね。あの元々英語の詩だったんですけど、あの作詞をするのが好きなので、あのちょっと変えてみました。詩は歌ったんですか？そうですね、一応僕が作詞担当ということでやらせてもらってます。ビージーズ勝手にしました。勝手にビージーズもじっちゃった。はい、では、次、もうカバーなんですけど、レミオロメンさんで夢のつぼみ。してます。よかった。今を生きてる。
夢のつぼみをあなたは花となり咲くだろうか。時の中に埋もれそうになった夢、それは春へ伸びる光。君も空へ伸びている。あなたとこうしてひだまりの中手をつないで、うまくいかない日もあるけれど、わずかな木漏れ日の中にも同じ太陽を感じられる。夢のつぼみよ、あなたは花となり咲くだろうか。愛する人、あなたの幸せを守りたい。今ならわかる本当の夢、愛する人の笑顔にあるつぼみを花になって輝け。春の香りに包まれて。ありがとうございます。やべ、超気持ちいい。いや、久々ですね、あの姫路。大晦日にやったんですけど、あの寒すぎてめっちゃ震えながら歌ってました。今日はあの本当にあの晴れて気候もちょうどよくて、ね、いい感じですね。まあそんなこんなんでしょうか。もう手っ取り早く行こうとしてしまっている僕がいるんですけど、行きましょう。じゃあ、次ノリノリでちょっと出るようにできないですね。あのこの曲絶対知ってるんで、あのよかったら手拍子の方よろしくお願いします。手拍子ありがとうございました。次の曲は、僕と佐伯さん、乙作六助さん、
2人で初めて作った曲です。で僕が作詞やって、それに、3人あともう1人作曲してくれた方がいて、で作った曲なんで結構苦労したんですけど、聴いてください。声かける僕、君かける僕。心地いい風が吹いてる。僕は帰り道引くと眺める雲の行方、張り付くシャツを仰ぎながら、そんな時だった。かけてくる君の足音、息遣い待ってたんだよ。声かける僕、君かける僕、追い越して止まって繰り返る。声かける僕、君かける僕の方程式は下がることはない。焙煎上に上がり続ける。それでも確かな君の熱、二人帰り道引くと見つめ合う黄昏時、君の鼻歌が気持ちよくて、合わせて僕も歌ってみる。二人だけの歌になる、誰も知らない。僕、君かける僕、追いかけ追いついて響きになる。声かける僕、君かける僕のメロディーをただ優しく、優しく夜が迎えてくれる。かけないでゆっくり歩いて行こう、優しい時間を作って行こう。かけないで、君は特別だから、そばにそばに。声かける僕、君かける僕、追いかけ追いついて響きになる。声かける僕、君かける僕のメロディーを優しく優しく、夜が迎えてくれる。優しい時間を作っていこう。次の曲は、
雨上がりの匂いって何ていうか知ってます？匂いにもあの名前があるんですよ。それがペトリコールっていう、なんかちょっとおしゃれな名前なんですけど、それをちょっと雰囲気いいなと思って、タイトルにしてみました。では、これで最後かな、最後になります。ありがとうございます。ではペトリコールいきます。以上、スパートでした。